はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はコストコのケーキの新商品、ホリデーフルーツフロマージュケーキの紹介したいと思います。 これなんですけど、年末になると発売する商品で、ホリデーなんていう名前ついてるから、クリスマスとかお正月に向けた商品だと思います。メールマガジンでですね、12月ぐらいに紹介してまして、マスカラポーネクリームたっぷり、フルーツと合わせてお召し上がりくださいなんて、ああ、美味しそうだなーと思って、買いたいなーと思ってたんですけど、年末近くになると、美味しそうな商品がいっぱい出るんで、結構遅くなっちゃいました。値段は1798円になります。蓋を開けると、 こんな感じになるんですけど、イチゴがいっぱい入ってて、シードレスグレープっていうんですかね、種なしのブドウがいっぱい入ってて、ブルーベリーが散らしたって、色のコントラストがね、あ赤と緑ともう白で、もうほんとなんかクリスマスカラーって感じですよね。イチゴがどっさり入ってて、フルーツたっぷりで美味しそうでした。 それで周りを生クリームで覆ってるような感じで、ちょっと見える黄色っぽい散らしてあるのがホワイトチョコレートになります。それでこのケーキの特徴なんですけど、巨大なタッパーの中にですね、ケーキが入ってるっていう感じで、外で作ったケーキをこの中に入れるっていうんではなくて、このタッパーの中でケーキを作ったっていう感じのケーキになります。こういうケーキがあまり日本では馴染みないんですけど、アメリカとかイギリスではトライフルだとか、 スコップケーキっていう名前でありまして、一つのケーキのジャンルになってまして、 トライフルっていうのがこういう感じですね。ガラスの器の中でケーキを作って、それでみんなで切り分けて食べるっていうような、そういう感じのケーキになります。それで、もう一つ気になったのが、フロマージュっていうのはどういう意味なのかなと思って、ちょっと調べてみました。牛、水牛、羊などから取れる乳を使って作られるチーズ全般のことです。フロマージュっていうのはフランス語でチーズっていう意味らしいです。あ、だから、フロマージュケーキっていうと、チーズのケーキっていう意味ですね。 それで、このケーキを皆さんに紹介するのに盛り付けようと思うのに、どうやったら綺麗になるかなと思ったんですけど、諦めました。もうこういうケーキはですね、まあこのような大きな大皿取り分けるようなスプーンで、一思いにガバッとこうやって取り分けまして、このように盛り付けました。これはこういうケーキだっていうことだと思います。汚くてすいません。それと、 こういうスプーンが私んところないわよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、そういう時はご飯よそおしゃもじがおすすめです。それで味の方なんですが、まずですね、ちょっと見にくいんですけど、一番下にですね、スポンジが引いてありまして、その次にマスカルポーネクリームが引いてありまして、またスポンジがあって、 その上にフルーツがいっぱい乗ってて、周りをたっぷりの生クリームで囲ってるっていう感じになります。それでホワイトチョコレートがちょっと散らしてあるっていう、そういう感じで味なんですけど、スポンジはとても軽いスポンジでした。本当に。 ふわふわで軽いスポンジでした。真ん中に挟んであるマスカルポーネクリームなんですけど、ほのかにチーズの香りがする軽い感じのクリームでした。上にかかってるフルーツのイチゴはナパージュがいっぱいかかってて、すごい甘い感じのすごい柔らかいイチゴでした。 ブドウとかブルーベリーは軽くナッパージュがかかってる感じのフレッシュなフルーツっていう感じでした。生クリームも僕はすごい軽い感じがしました。それで全体の味の印象なんですけど、すごい軽いフルーツケーキを生クリームで食べてるっていう感じでした。すごい軽いフルーツのショートケーキっていう感じがしました。それで皆さん一言なんですけど、 こういうケーキ、日本だとですね、器に襲ってからお客さんとかゲストのとこにデザートですどうぞって持ってきますよね。だけど、こういうケーキが出てくると何このぐちゃぐちゃなケーキってなりますよね。ですから、皆さんおすすめなんですけど、食事が終わりまして、テーブルの上をお皿とかを片付けまして、 綺麗になったところで、じゃあデザートでも食べましょうっていうまでですね、このケーキはそのまま冷蔵庫に入れときまして、蓋だけ開けまして、じゃあ食べましょうっていう段になったら、このケーキをまず切り分ける前に、ゲストの前に持ってきまして、皆さんにまずこの綺麗な姿を見ていただきまして、わーって言ったところで、おもむろに先ほどのこういう大きなスプーンでですね、はい、じゃあ切り分けましょうって言って、お客さんの前で切り分けてですね、 はいどうぞって言ってこうやって出てくると皆さん先ほど綺麗なケーキの姿を見てますんでそれでこうやって切り分けたんだなとそうすると不快な思いをしないで済むっていうことだと思いますそれでごちそうさまということですね今日はコストコのケーキの新商品ホリデーフルーツフロマージュケーキの紹介をしましたすごい軽くてフルーツたっぷりで美味しいケーキでペロッと食べれますんで食後の後とかにもおすすめになります またカジュアルなケーキでみんなでワイワイやる席でみんなで盛り付けたりするとまたそこで盛り上がると思います。よかったらおすすめです。またチャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。